私がフィギュアスケートを始めたのは3歳の時で、きっかけは浅田真央選手の、スピン、レイバックスピンを見て、テレビで見て、すごいなんか綺麗だなと思って、自分もこんな風になんか回ってみたいなと思って始めたのと、あと、お衣装がすごく綺麗で、華やかな感じだったので、自分もこんな衣装着てみたいなと思って始めました。私はやっぱり小さい時からスピンがうまいとよく言われてたので、そこはやっぱ自信がありますし、あと最近キャンドルスピンの練習を始めて、結構最近できるようになってきたので、4月のエキシビションから入れるので、そこはすごい。得意なところです。前の先生のところではやっぱり表現とかスピンとかはそこまで細かく教えてくれたことがあんまりなくて、浜田先生のところに来てからその曲かけの練習をした時とかにそのジャンプのことだけをその注意するのではなくて、その表現の目線の配り方とか腕の使い方とかだとか、あとスピンもちょっとここ工夫してこうした方が面白いんじゃないとかそういうことを言ってくれるので、すごくなんかためになります。やっぱまだ今のレベルではオリンピックで金メダルを取りたいとは言えないんですけど、もうちょっともっともっとレベルアップしてオリンピックで金メダルを取りたいなって思います。浜田先生のところに来る前はもう全然そのトップでも戦えなかったですし、もう何をやっても飛べないから、そのもういっそのこともみんな友達と遊びたいなと思ったりしたことはあったんですけど、浜田先生のところに来てからスケートの楽しさはジャンプだけじゃないっていうのを学んでからはもう毎日が楽しいです。私はバネがそこまでないので、やっぱり努力して自分でどんどんつけて筋力をつけて4回転は絶対飛べるようになりたいなと思います。最近飼った犬のアクセルくんと弟で鬼ごっこをすることです。ジャンプの軸がいいということと、やっぱり頭がいいのでその理解力がある、そのだからこう自分ができないことのキャッチも早いし、でそれを修正する能力が高いとか、賢い、すごく